ただいまから平成29年第4回12月、宮な議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。日程第一、諸報告であります。去る11月1日、中島武文さんから一心上の都合により議員を辞職したい旨の願い出がありました。地方,地方第 百二十六条の但し書きの規定により。同日許可をいたしましたので、ご報告申し上げます。次に、市長から地方辞表第。百八十条第二項の規定に基づく。専決処分の報告が参っており。写しを配布しておりますので。ご覧おきを願います。次に、監査員から地方辞表第。 235条の2第3項の規定に基づく平成29年度7月分、8月分、一般会計、特別会計、基金等および平成29年8月分、9月分、水道事業会計の例月水道検査結果報告書が提出されており、写しを配布しておりますのでご覧お聞きを願います。日程第2 会議録署名議員の名名を行います会議議録署名議員は会議規則第88条の規定により足立稔さん徳本義孝さんを指名いたします以上のお二人に差し支えのある場合は次の議席の方にお願いいたします日程第3会期の決定を議題といたします お諮りいたします今定例会の会期は本日から12月22日までの24日4日間といたしたいと思いますご異議ありませんか異議なしと認めます会期は本日から12月22日までの24日間と決定いたしました日程第4宮津与座 消防組合議会議員の選挙を行いますお分かりいたします現在1名の決議員となっております宮津与座消防組合議会議員の選挙の方法につきましては地方事業第118条第2項の規定により指名推薦によりたいと思いますこれにご異議ございませんか異議なしと認めます 選挙の方法は指名推薦によることに決しました。お分かりいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか異議なしと認めます。議長において指名することに決しました。宮津与山、消防組合議会議員に小林信明さんを 指名いたししまますすお分かりいたしますただいま指名いたしました小林信明さんを宮津与座消防組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか異議なしと認めます。ただいま指名いたしました小林信明さんが宮津与座消防組合議会議員に当選されました。ご本人が 議場におられますので、本籍から会議規則第32条第2項により告知をいたします。日程、第5常任常任委員の選任を行います。常任委員の選任については、委員会条例第8条、第1項の規定により、議会情報化委員に木崎正文さんを。 議長において指名いたします議会情報化委員会の委員の皆さんは次の休憩中に委員会を開き委員長の御選を行いその結果をご報告願いますここで暫時休憩いたします休憩前に引き続き会議を開きます議会情報化委員会の委員長の御選を ご報告申し上げます議会情報化委員会の委員長に北中敦さんが当選されましたのでご報告申し上げます日程第6報告第13号から報告第17号まで,までおよび報告第19号から報告第21号までの発件を議題といたします 提案理由の説明をお願います。井上市長、おはようございます。本日から十二月定例議会をお願いいたしましたところ、議員の皆様にはご多忙のところご出席をいただき、誠にありがとうございます。 本定例会の提出議案でございますが、本報告案件8件と予算条例制定など、18議案を本日提案させていただきます。よろしくお願いを申し上げます。それでは、ただいま議題となりました8件の専決処分の承認を求めることについてでございます。いずれも地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分による予算措置を行ったもので、 別紙の平成29年度、宮津市10月専決補正予算、11月専決補正予算の概要も併せてご覧いただきたいと存じます。まず、報告第13号の平成29年度、宮津市一般会計補正予算第5号及び、報告第14号の平成29年度、宮津市簡易水道事業特別会計補正予算第2号、 報告第15号の平成29年度宮津市水道事業会計補正予算第2号についてでございます9月17日から9月18日にかけての台風18号の豪雨等により市内の各所において、えー、住家の一部損壊や床上床下浸水公共土木施設や 農地農業用施設の被災など平成16年の台風23号以来の非常に大きな被害が生じましたこのため被災された市民の皆さんへの支援や二次災害の防止など早期の機能回復またこの11月下旬から順次行われている国の災害査定に必要な復旧広報の決定に要する経費として一般会計及び特別会計等2件で 総額2億8699万円の補正予算を10月6日付で専決処分させていただいたものでございます。一般会計においては2億7659万円を追加したもので、被災した施設の応急復旧費や被災者支援等に1億4692万2000円、被災した施設の本復旧に向けた査定設計費に 1>, 1億3000万円を計上しており、その財源は、被災等の特定財源1億3 3 0九万円、財政調整基金からの繰り入れ金の一般財源1億4350万円といたしております。また、簡易水道事業特別会計および水道事業会計においては、被災した施設の応急復旧費として750万円、 及び290万円を計上いたしております。次に、報告第16号の平成29年度宮津市一般会計補正予算第6号についてでございます。11月19日に投開票されました、京都府議会議員補欠選挙の執行経費に関わる1300万円の補正予算を 10月12日付で専決処分させていただいたもので、その財源は全額不支出金でございます。次に報告第17号の平成29年度、宮津市一般会計補正予算第7号についてでございます。8月上旬の台風5号により被災した公共土木施設1か所について、 国の災害査定の結果を受け、その復旧経費261万7000円の補正予算を10月20日付で選挙処分させていただいたもので、その財源は全額国庫支出金等の特定財源でございます。次に報告第19号の平成29年度見直し一般会計補正予算第8号。 報告第20号の平成29年度、宮津市簡易水道事業特別会計補正予算第3号、報告第21号の平成29年度、宮津市水道事業会計補正予算第3号についてでございます。10月22日から10月23日にかけての台風21号の豪雨等により、市内の各所で住家の一部損壊や、 した浸水、公共土木施設や農地農業用施設,の水,農業用施設水産施設の被災などの被害が生じましたこのため被災された市民の皆さんへの支援や二次災害の防止など早期の機能回復また今後行われる国の災害査定に必要な復旧工法の決定に要する経緯として 一般会計及び特別会計等2件で総額1億2397万5000円の補正予算を11月13日付で専決処分させていただいたものでございます。一般会計においては1億2097万5000円を追加したもので、被災した施設の応急復旧費に1億900万6000円、被災した施設の本復旧に向けた査定設計費 1200万円を計上しておりその財源は被災等の特定財源1557万5000円財政調整基金からの繰り入れ金の一般財源1540万円といたしておりますまた簡易水道事業特別会計及び水道事業会計においては被災した施設の応急復旧費としてそれぞれ150万円を計上いたしております 以上、誠に簡単ではございますが、ご報告を申し上げます。よろしくご承認賜りますようお願いを申し上げます。これより質疑に入ります。ご質疑はありませんか。 ですか質疑なしと認めますこれで質疑を終結いたしますお分かりいたします発見については委員会付託を省略することにいたしたいと思いますご異議ありませんか異議なしと認めます発見については委員会付託を省略することに決しました一括して討論に入ります発見に対して反対その他のご意見はありませんか 意見なししと認めまますすこれで討論を終結いたします報告第13号から報告第17号まで、および報告第19号から報告第21号までの発件を一括して採決いたします。発件は原案のとおり、承認することに賛成の皆さんは規律を願います。規律全員であります。発件は承認することに決しました。 日程第7議題98号を議題といたします提案理由の説明を願います長井上市長ただいま議題となりました議第98号公平委員会委員の選任について提案理由のご説明を申し上げます 公平委員会の委員は、地方自治法及び地方公務員法により定数は3名、任期は4年と定められております。今回、委員のうち、小谷隼一さんが来る12月17日で任期満了となります。小谷さんは、平成21年からご就任いただいており、ご承知のとおり、人格執権ともに優れ、適任と考えておりますので、引き続きお願いいたしたいと存じます。 ご同意賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。これより質疑に入ります。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。お分かりいたします。本件については、委員会付託を省略することにいたしたいと思います。ご異議ありませんか。 意義なしと認めます。本件については、委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。本件に対し、反対その他のご意見はありませんか意見なしと認めます。これで討論を終結いたします。議題98号を採決いたします。お分かりいたします。本件は同意することにご異議ありませんか 異議なしと認めます本件は同意することに決しました日程第8議題99号から議題115号までの17件を一括して議題といたします提案理由の説明を願います森口総務部長 私から議第99号から108号までの10件につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。議案参考資料2ページも合わせてご覧いただきたいと存じます。いずれも本市の公の施設の指定管理者を指定するものであり、それぞれの施設を所管する部長等からご説明申し上げるべきところでございますが、 指定管理者制度についててて総括括をしししおりまますす私から一括してご説明申し上げます現在、本市では管理者に一定の裁量を委ねることで、サービスの向上や行政経費の節減等の効果が期待できる施設として、16の施設について、指定管理者制度を導入しておりますが、これらの施設は本年度末をもって、3年、もしくは5年の指定期間の満了を迎えることとなります。 こうした中、平成30年度からの指定管理者の選定に向け、外部の有識者等を委員とする、宮津市指定管理者選定委員会を設置し、指定管理者制度を導入することが適当な施設かどうか、導入する場合は指定管理者の募集をどうすべきか、また、応募団体が指定管理者として適当であるかどうか等について、議論いただいたところでございます。 こうした議論を踏まえまして、今回提案の宮津会館など、14施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2、第6項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。施設ごとの公募、非公募の考え方や指定の相手方、 また、事業計画等につきましては、議案参考資料3ページ、4ページに添付いたしております。一覧表をご確認いただくことで、説明は省略させていただきたいと存じます。よろしくお願いを申し上げます。なお、宮津市農産物等直売所など、継続して選定委員会で議論することとした施設につきましては、改めて平成30年3月定例会において、 指定管理者の指定にかかる議案を提案させていただきたいと考えております。以上、誠に簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。高村市民部長。 私から議題第109号宮戸市印鑑条例の一部改正につきまして提案理由のご説明を申し上げます印鑑の登録及び証明事項は昭和49年の自治証通知に基づき男女の別を含めて本条例で規定しているところでございますしかしながら今般総務省通知により印鑑登録証明書の使用趣旨を踏まえると性同一性障害等に配慮して性別を記載しない取扱いは差し支えない とされたことから府内各市の動向も勘案し記載事項から性別を削除する改正を行うものでございますなお施行日は平成30年1月1日としております以上誠に簡単ではございますが提案理由の説明とさせていただきますよろしくご審議の上可決賜りますようお願いを申し上げます 私から議第110号および議第111号の2件につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。初めに議第110号 宮津漁師町観光商業センター条例の制定についてでございます。議案参考資料7ページ及び8ページも合わせてご覧ください。今回お願いいたしております条例の制定につきましては、本施設が漁師町の漁協に隣接して立地する特色を生かし、本市の豊かな海の幸とを食したり、飼ったり、体験できるなどの魅力を発信し、 観光客の誘客と特産品の販売促進や消費拡大を通じて市内産業の振興を図るため宮津市食品卸売センターを機能転換し新たに宮津漁師町観光商業センターを設置するものでございます当センターは議案参考資料の図面のとおり飲食物販加工施設の7つの店舗スペース体験工房および 共有スペース等の施設で構成しています。この施設の管理・運営につきましては、商業施設であることを踏まえ、民間活力によるサービスの向上や、行政経費の削減等の効果が期待できる指定管理者制度を導入することとしております。当センターの使用に係る利用料金につきましては、事業者が飲食、物販、加工施設および体験工房を使用する場合、使用面積 1>, 1平方メートルにつき、1月3000円、これは共益費も含みますが、この金額を上限として設定しております。条例の施行日は規則で定める日としております。また、この条例の制定に合わせて、宮津市食品卸売センター条例の廃止、および重要な公の施設に関する条例の一部改正を行うものでございます。 次に、議第111号宮津市農林水産関係事業分担金徴収条例の一部改正についてでございます。議案参考資料9ページも併わせてご覧ください。今回の改正は、土地改良法に新たな条項が追加されたことに伴い、本条例第6条に引用する条項を整理するものでございます。施行日は交付の日としております。以上、誠に簡単でございますが、 提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、可決たまりますようお願い申し上げます。山根建設部長。 私から議第112号宮津市簡易水道事業を宮津市水道事業に統合するための関係条例の整備につきまして提案理由のご説明を申し上げます議案参考資料11ページをご覧いただきたいと思います本市の簡易水道事業につきましては平成19年度に 簡易水道事業統合計画を策定し、以降、国の支援を受けながら、浄水施設を中心に統合整備を行ってまいりましたが、今年度の養老干潟に浄水場の完成をもって完了いたします。これを機に、平成30年4月より、簡易水道事業を、水道事業に経営統合を行うこととし、4つの関係条例について、 所要のの整備を行うものでございます一つには、宮津市簡易水道等設置並びに管理に関する条例の廃止、二つには、簡易水道事業特別会計を廃止するための、か宮津市特別会計設置条例の一部改正、三つには、簡易水道の給水区域を水道事業の給水区域に統合し、 給水人口などのの計画内容を改めめるための宮津市水道事業の設置等に関する条例の一部改正。4つには、宮津市付設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに、水道技術管理者の資格基準に関する条例において、簡易水道事業の技術を削除する一部改正でございます。 なお施行日は平成三十年四月一日としております。以上誠に簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上可決賜りますようお願い申し上げます。伊藤市長。 私から議第113号から議第115号までの平成29年度補正予算関係3件につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。今回お願いをいたしております補正予算は、一般会計及び特別会計2件で、総額710万円を追加するものでございます。まず、一般会計補正予算第9号についてでございます。歳入、歳出ともに1060万円を追加し、 予算の総額を135億364万3000円とするものでございます別紙の平成29年度宮津市12月補正予算の概要を合わせてご覧いただきたいと存じます最初に観光基軸とした産業振興についてであります需要に対応した農業生産体制整備への支援165万5千円を追加計上いたしております 次に教育の充実と人材育成についてであります。現在、休館中の歴史資料館の再開に向けた調査検討費80万円を計上するとともに、コンセプト等の検討に関わる債務負担行為300万円を設定いたしております。次に、健康増進と福祉の推進についてであります。障害者自立支援、給付支払い等システムの改修費、 万円民間保育園等の保育士の処遇改善・加算導入に伴う運営費の増加分等、1359万6000円と、これに関連するシステム改修費に157万7000円を追加計上いたしております。その他、平成30年4月、執行予定の京都府知事選挙の準備経費、 530万円を計上するとともに市債の新規借り入れに関わる利子の確定等に伴う交際費の整理補正を行っております以上が歳出補正予算の概要でありますその財源は国庫支出金等の特定財源681万2千円所収入の一般財源378万8千円といたしております 次に、簡易水道事業特別会計補正予算第4号及び、下水道事業特別会計補正予算第2号についてでございます。いずれも一般会計と同様に、交際費の整理、補正を行うものでございます。以上、誠に簡単でございますが、よろしくご審議の上、可決たまりますようお願いを申し上げます。 松崎産業経済部長これ以降、12月補正にかかります詳細事業の説明を各部長からさせていただきます。まず私から産業経済部所管に関わります事業についてご説明を申し上げます。 事業と説明資料、投資番号の6ページをご覧ください。元気な営農推進事業165万5千円についてでございます。本事業は、高付加価値米の品質向上と、収量増加を図り、需要に応じた米作りを推進するため、その生産体制の整備に必要な 農業機関の導入への支援について補正をお願いするものであります。事業概要につきましては、j a 京都・瀬谷無農薬米部会においては、現在約8ヘクタールの水田で農薬,をしない農薬を使用しない米栽培に取り組まれていますが、田植え機については、上宮津地区との共同利用であったため、植え付け時期が遅れていたことから、鉄器での栽培ができるよう、 当該米栽培に必要な紙マルチ対応の6畳上,上常用田植え機1機を来春の作付けに向けて新たに上瀬谷地区、松尾地区に整備導入されるものであります。当該田植え機の購入にかかる事業費は331万円で補助率2分の1の不補助制度を活用して支援していくこととしております。以上一般会計補助予算第9号の 産業経済部長官の事業説明とさせていただきます長浜教育次長。 私から今回の一般会計補正予算第9号のうち、教育委員会事務局所管の事業につきまして、12月補正予算事業等説明資料によりご説明申し上げます。資料の投資番号の7ページをご覧ください。歴史資料館再開検討事業、補正額80万円でございます。平成19年度から休館をしております 宮津市歴史資料館につきましては、再開を望む多くの皆様の声をいただく中、この議会の場においても、教育、学術、文化振興といった中核的役割に加え、街中観光の振興や歴史資源を生かしたまちづくりの拠点施設として位置づけるとともに、北前船寄港地の日本遺産登録の動き,を動きも踏まえ、早期の再開館を目指していきたい。 とと申し述べてきたところでございます今般、その北前船気候地の日本遺産登録が具体化を見せる中、施設の再開館を目指し、一部故障、劣化等が見られる展示室や映像設備等、既存施設のリニューアルに向けた現況調査を行うとともに、歴史、文化、まちづくり等に関わる関係機関や団体等の意見も伺いつつ、 再開館ののり方についいて検討を進めることとしたものでございますまた、平成30年度においても、引き続き関係団体等との協議を進めながら、資料館のコンセプトや運営方針、また施設のリニューアルの内容等を検討することとしまして、それにかかる債務負担行為300万円を設定いたしております。 以上所管事業の説明とさせていただきます以上で本日の日程はすべて終了いたしました次回本会議は12月6日午前10時に開きます 本日はこれで散回いたします。